金貨。金貨とは、金を素材として作られた貨幣。銀貨、銅貨と共に、古くから、世界各地で流通した。金は、などの理由で、古来、世界各地で貨幣の材料として使用されてきた。例えば、古代ローマのソリルス金貨などである。ただし、純粋な金は、流通を前提とした効果として使用するには、柔らかすぎるため、 通常は銀や銅などの他の金属との合金が用いられる。古代社会においてはエレクトラムといわれる金、銀、白金などの自然合金が用いられた。近代社会では日本やアメリカ合衆国をはじめ一般的には90%の金と10%の銀または銅の合金が用いられた。イギリスでは22からト 金91.67%の標準金と呼ばれる合金で、ソブリン金貨が1817年から本位金貨として鋳造された。また、流通を目的としない、近年の地金型金貨、収集型金貨には、純金製のものも存在する。中世の西欧では長らく銀本位製で金貨が鋳造されていたので金貨が鋳造されず、 東方との貿易などで得られる東ローマ帝国、ビザンツのノミスマ金貨、ビザントやイスラム圏のディナール金貨使用されるのみだった。ところが十字軍を契機に金貨への関心を強め、ラテン帝国で金貨を鋳造し始めたのを、川切り二百五十二年のフィレンツェ共和国で、フローリン金貨を、ジェノバ共和国が、ジェノバ金貨を、ベネツヤ共和国で二百八十四年に、ゼッキーヌ金貨、 ドゥカートまたはダカットと呼ばれる金貨が鋳造された。フローリン金貨とゼッキーの金貨この二つの金貨が優劣を競った。これらの金貨は共に品位は875で56グレーン、54トロイグレーンの両目を有していた。ドゥカート金貨はその後も現在に至るまで発行が続けられ、もちろん現在は収集用であるが近代になってからは より純度の高い。986という品位で鋳造されている。金貨の世界的な流通は、やがて、金製の貨幣としての貨幣価値にとどまらず、金という物質そのものと経済を連動させる金、本位制に発展した。この金本位制は1816年に、イギリスで、世界最初に確立された。金本位制が崩れた現在、法廷の陛下に相当する。 学面価値分の金を含有した本位金貨は発行されていない。現在発行されている金貨は以下のいずれかに分類される。世界でかつて発行された金貨の金品は様々であるが、中には金品が50%を下回るものも存在する。日本で江戸時代に発行された万円二分金、明治二分金、天保二主金、万円二主金、文政一主金など、 特に金品は低く、金よりも銀の方が、含有率の高いものは、現代の海外の貨幣市場では、銀貨扱いとされることも多い。日本では、純任天皇の天平法治4年、760年に、怪奇商法という金銭が発行されている。1枚で銀銭10枚に相当させている、俗に本記。しかし金銀銭は、実際にはほとんど流通せず、 中世まで金銀は、氷量貨幣として通用しており、砂金のままで使用されることも多かった。産地の偏在から、銀が西日本中心に使用されたのに対し、金は東日本中心に使用された。金は銀に先駆けて、定位貨幣として整備されていった。戦国時代には、公衆金が発行された。流通貨幣ではないが、豊臣秀吉が作った。 天正大番は表面積が世界最大級の金貨である2004年10月に000トロイオンスのウィーン金貨が発売されるまでは世界一だった。江戸時代に入ると本格的な全国流通を前提とした小番1分半など低金貨の発行が幕末期まで継続し当初は強量貨幣として発足し江戸時代末期になって ようやく定位銀貨が受け入れられてき銀貨とは対照的である。詳細は日本の金貨及び進化条例を参照明治時代に導入された通貨単位の窓か円は金の両目をもって規定され1871年から一転に5.1020円金貨が発行された。国立銀行券や日本銀行券などの紙幣は打貫紙幣として 金貨との引き換え保証によって価値を担保した。ただし実際には引き当て金貨が十分でなかったり、あるいは法令で金打貨が停止されたりすることが多く、必ずしも実質的に打貨が保証されていたわけでない。その後1897年の貨幣法による新金貨は金重量を半減した5.1020円、金貨のみとなり、旧金貨は 売学面での通用とされた。新金貨は昭和初期の金、解金停止に伴う多貫停止まで製造を発行された。以後、本位金貨の発行はない。これらの新旧の本位金貨は1987年、制定、1988年4月施行の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律によって正式に廃止された。1円硬貨、5円硬貨、 10円硬貨を参照。1986年に発行された天皇陛下御座位60年記念10万円金貨は、久しぶりに発行された金貨であったが、強制通用力は他の貨幣同様20枚、200万円分までしか有していない。この金貨は、収集型金貨を前提としているにもかかわらず、10万円もの、 高額な額面の上に1000万枚という大量の発行枚数が額面販売され、さらには翌年に同デザインで年名のみを変えて追加発行されなど、この書の貨幣では世界的にも他に例を見ない異例づくめの効果であった。一時は金貨引換券抽選券が高額で取引されるほどの人気を見せたが、実際の引換は低調であり、 見引き会へのままぶされるものが発生した。また、後にその額面と使用地金の少なさ、20グラムに漬け込んだ偽造金貨などの問題、天皇陛下御在位60年記念金貨、大量偽造事件が発生した。1991年に発行された天皇陛下御即位記念10万円金貨では、重量が30グラムに増量され、発行枚数は200万枚とされた。 1993年の皇太子殿下ご成婚記念金貨では、額面5万円に対して重量が1 8ムとされる。発行枚数は同じく200万枚。以上の金貨は額面価格で引き換えられたが、1997年の長野オリンピック記念金貨以降、額面は1万円とされ、額面を上回る価格の地金が用いられ、 さらに地金価格を上回る価格で発売されるという一般的な収集型金貨の形態を取るようになった。それ以前からプルーフ加工を施した貨幣を額面を上回る価格で販売することは行われていたが、長野オリンピック記念金貨以降は発行金貨のすべてがプルーフ貨としてプレミアム販売されている。発行枚数も1999年発行の 天皇陛下御在位10年記念金貨の20万枚を例外として他は一種10万枚以下の発行枚数である。ただし長野オリンピック記念金貨は3種を5万5千枚ずつ発行楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。